はい、どうも、こんにちは。えー、ふんどしじです。というわけで、えー、企画、検屋コラム、えー、第4回目、えー、というわけなんですけれども、えー、今回の点はですね、え中古のアパートの、えー、探し方、買い方、えー、儲け方、えー、ということですね、語っていこうかなと思います。まあ、これは結構いくつかね、あるんで、話が、え長くなるようであればですね、え2回、3回と、えやっていきたいなと思うんですけれども、えまずですね、不動産、そう、中古不動産の、 えー、アパートですねの探し方はですね、まあ、私の実績から言うとそんなにですねなんか特,殊特殊なルートからですね購入できたってことは実はほとんどありません、えー、まず最初に買った、えー、1200万円の、まあ、重条鉄骨21%みたいなやつがあったんですけれどもこれはですねどうやって見つけたかっていうと、まあ、これがある意味る特殊な感じかなと思うんですけれども、えー、不動産のですね当時あの無料セミナーっていうのがたくさん え毎月開催されてたんでえ当時ですねその勉強したいなと思ってこう毎週毎週か毎月その不動産無料セミナーまあ不動産会社さんがねえ企画しているものだったんですけどもそういうところにね一生懸命え通って勉強してたんですがでその時にですねあのそこで知り合ったえ仲間がですね「あのふんどし君この物件どう?」って僕がその1800万円で出てたんだけど高いから1800万円 八百万に、1300万にしてよと。あ、1700万だったのを、1200万円かなにしてよって言ったら、差し入れが通ったんだけど、僕は他の案件動いてるから、この物件、あの、君にあげるよってことを言われまして、あ、いただきますっていうことでですね、えー、紹介してもらったと。あ、はい、えて、いうことなんで、まあ、いろんなですね、そういう投資仲間を作っていくと、あの、自分では裁ききれない物件とかですね、あの、スルーパスというかですね、あの、パス回回ってきたりするんで、 でそういう物件をですねあの、安く買って利回り高ければですね、えー、当時日本政策金融高校に行きますと、まあ、10年ローンでですね、大体返済比率半分で結構ギリギリだったんですけれども、まあ、残債は早く減っていくとい、えー、った感じですが、購入できたんですね。で当時の利回りの金利もですね、昔の資料を見ているともう3.15%とかですね、意外と高いんですよねで。その金利ででもですね、高校でもその金利で借りて、えー、やっていたとい,というところなんですけれども、で 次はですね、買った物件はネットですね、おそらくアットホームだったかなと思うんですけれども、ケンビアコラムのところで、アットホームっていう名前使っちゃったっていうところなんですけれども、で、普通にネットに載ってて、知り合いも知ってたんで、これどう思うってみんなに聞いたら、まあ安いと思って、現地見に行ったけど、まあまあじゃないみたいなぐらいのあれだったんですけれども、築15年で、リバリーが18%、あさっきね、前回のしゃべったね、 えー、その兄貴が保証になってもらった物件なんですけれども、えー、そういったものをですねあの購入というか普通にですね2600万だったから100万円ぐらい差し値して、まあ、押し戻されて50万円で22502550万とか、まあ、そんな感じの、えー、仏の差し値というか優しめの差し値で差,差し値で、えー、やってですねでその時設立したてのね空分1個保有して。 えー、るだけの法人を持ってですね日本政策金融高校に行くと、えー、当時はですね、えー、2何歳だったんでその今でいう35歳以下の,この若手、えー、支援企業みたいなやつであ融資枠があったんでそこを、ね、あの使って創業者融資とその若手枠というところで、まあ、15年のローンですね組むと、えー、それがですね返済比率があ、まあ、それも半分ぐらいだったと思うんですけれども、えー、購入できたといったところですね。で頭金もでですね100万ぐらいで えー、さらにですね敷金のいかが50万ぐらいあったんで、まあ、ほぼなんかフルローンに近いような感じで、えー、購入することができてで買った瞬間にですね空きがパタパタっと出て2つぐらい空いてうーんって思ってたんですけれども、えー、それもですね、えー、当時のやっぱこう仲間はですね自主管理してる物件にはお客さんなんかつけてくれないよと、えー、管理会社はこう管理物件をまず最初にその、えー、客をつけるからそれは他社のね、えー、管理もしないの物件つけないよみたいなことを言われたんですが。 まあ本当にそうかなと思いつつ、ちょっと怖いなと思いつつ自主管理して、ですねでも、しっかりですねその資料を作って、ですねあの不動産屋さんに回って、広告料1ヶ月払いますよと言えば、ですねちゃんとつけてもらいましたね。ということで、さらにですねちょっと話は横にそれるんですが、当時、自主管理をしようと思いまして、この自主管理した理由がですねえ加藤弘之さんとか、ですねえ当時、ね顕微鏡ラムミニストの 結構前にいっぱい生懸命書かれてた、えー、ゴー黄金ガールさんという、ね、方もいらっしゃるんで、そのオーガールさんの方は女性向けというか、女性の方なんで、えー、今でも、えー、全然遜色なく読めると思うんで、過去のね、県民はクラム遡って、黄、え、金、ー、ガールさんのやつを見てほしいんですけれども、で、えー、自主管理されてたんで、まあ、25、五6のね、まあ、4、5の当時ね、若いやつがですね、その先輩方が自主管理してるのに、しないのはもったいないでしょうと思って、えー、自分でもやろうと。 で、しかも5%とかですね、管理料を考えると、それは年収400万ぐらいのアパートだったんで、5%だっ,ったら20万円なわけですよね。で、20万円というのは、まあ私の1ヶ月分の給料であり、えー、まあ海外旅行ですね。グアム旅行とかも別にその、ちょっとしたね、海外旅行なんていうのも20万円あれば行けると。えいったん値段を圧縮しようっていうことを決めまして、あの、管理を自分でやってましたね。で、そんなになんか、か煩雑にどんどんクレーム来るんじゃないのって心配あると思うんですが、 えー、基本的にはですね、あのー、ご自宅が古い35年とか40年の、えー、住まわれている方なら分かると思うんですが、えー、そんな毎日毎日ね、水漏れたりとか、えー、不具合起きたりとか、えー、しないんで、えー、意外と立ってるものは立ってると。で、そたまにやっぱりね、トラブルは起こるんですけれども、まあ、あったのはですね、その、えー、入居者投資の、ね、壁ドンで喧嘩してますみたいなクレームでしたね。で、あのー、そこで駆けつけたっていうことぐらいで、その時もう飲んでたんで、 もう友達がまあ、どうやって言ったら、まあ、奥さんかな、奥さんにその電話で、ね、車を運転してもらってです、ね、飲んでる最中にちょっとこう仲裁しに行くっていう、ね、えことがあったぐらいでそんなに、ね、基本的に大きな、えー、トラブルもなく、えー、やってたんですけれどもでそこでつながるんですけれどもこれ自主管理の1、えー、つの罠としてです、ね、あの売却するときにその管理会社どこですかってなったときにちょっと弱いんですよね。 えどういうことかというと、その買う方はですね、その管理しっかりしているその商品というか、ですね金融商品みたいな感じで買いたいという場合があるんで、えー、そのジプ主管理しているような,このなんかこう怪しげなというか、えー、ぼやっとしたものが嫌いなんですねで、そういったこともあって、売却をです、ね、ちょっと考えたときに、えー、大手の管理会社に入ってもらって、ですねその契約書とかの不備とか、そのやはりです、ね、私、素人なんで更新時期をちょっとね、 あの更新時期あるのにこうそのままスルーしていたりとかえそういうことがあったんでえしっかりですね管理会社に入ってもらってもうえ契約書をさらに巻き直してもらったりとかその火災保険がしっかりこの入居者のね入居の火災保険がしっかり入っているとかどうか全部確認してもらってえ管理を任せましてでそのタイミングで売却するとあの地元で儲かっている会社はですね結局購入してくれたんですけれども。 あの管理がしっかりしてる大手の聞いたことある会社がやってるってことで安心をね買うんですねで、えー、そういった時にはですね儲かる運営時は自主管理した方が手残りは大きいんですが売却する時はその会社のブランドというかですね商品にして売却するとい、えー、ったことがありますでそれの結果ですね、えー、前回もお話しした通り2500万で買ったものはですね、えー、3300万ぐらいでね売却することが できたわけで,す、ね、でまあ結果論ですが、まあ、そういうね、あのー、買う層にもよるんですが投資家によるんだったらそのままでもいいんですけどある程度その、えー、サイドビジネスというか副収入的な考えている会社に買ってもらう場合は、えー、しっかり管理が一気にとといったものにしとくっていうのは、えー、非常に大事かなと思いますねでえー、もう一つのパターンがですねまたやっぱアットホームなんですねでこの場合はですね売れ残り物件でしたね 3500万円で出てたんですけれども、で全額に近いもう10分の3とかしか入ってないものをですね、えー、ありまして、でもで、現地行ってですね、3500万円だったらちょっと、えー、回りませんとい、えー、ったところで、えー、2500万円にねあの差し値しましたら、まあ、融資取ったらやってあるよっていうことで、えー、日本政策金融報庫を持ち込んだところ、えー、さらっとですね、えー、20年ローンで、 えー、金利は1.5%、えー、みたいな感じで、で、不正置き期間も半年、まあ空室いっぱいあるんで半年間で植えますということで、えー、融資が通りまして、でですね、その時やったのも、えー、その小さな不動産屋さんも管理したくないと、ちょっと遠方だったんでやりたくないっていことなんで、えー、客付けの強い大手の、えー、管理会社に管理してもらって、えー、相場のね、家賃を調べて、まあ最安値、広くて最安値小切れみたいなものを目指しまして、で、どん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 ,どんこの、 紹介してもらっていることによってですね、半年で満室になりましたね。えー、当時はですね、あのー、近くにレオパレスがあったんですが、そのレオパレスの8割稼働で、家賃も4万5千とか、で、結構高いなと思っている。1DK の狭いので、4万5千かというところで、私が買ったのはですね、1DK とか 2DK の物件だったんで、ちょっと35平米ぐらいで、えー、広い物件だったんで、それをですね、このレオパレスの家賃以下、えー、にすればですね、 もっと競争力があるんじゃないかということで一生懸命ですね永遠にきれいに掃除したりとかで使ってない部屋とかはこうやっぱパッキンが劣化して水漏れとかしてたんで、まあ、そういうのをね、えー、しっかり直して小切れにしてあんまり大きなリフォームはせずにですね、えー、クッションフロア自分で貼るとかはちょっとしたんですけれども、まあ、そんなに大きな修繕をせずに一生懸命こう、えー、埋めたところですね半年ぐらいで埋まり、えー、家賃が当時ですね45万ぐらい入ってきてて。 返済がね、13万円だったんで、まあ、もうサラリーマンのね、収入を超えるような、えー、キャッシュフローが出てきまして、でですね、それもね、1、2年ぐらい、1、2年保有しまして、えー、2500万で買ったんですが、3900万円とかでね、売却することができたんですね。で、ここでやっぱ大事なのは、その、ガラガラの、その、素材をですね、しっかりね、金融商品というかですね、投資商品として稼働させて、しっかり仕上げると。 え言ってそれを相場の値段で売るっていうのは非常にですね、相場の値段で言ってもね、結局、ですね23%ぐらいでえ仕上がって15、15%ぐらいで売却したんで、その利回りでいうとかなりですね、買う方もえ頭金を入れて、20年ローン組まれたそうなんで、そのキャッシュフローもしっかり回ると、で買った瞬間に家賃がこうどんどん入ってくるんで、2年も持てばですね、売却益1000万円以上取ってあの出てるじゃないかっていう話なんですが。 え、二年ぐらい保有すると、まあ、取得原価はね、私と対して変わらない、二三年すると変わらなくなると、え、いったところで、そんな悪くないんじゃないかなと、思います。私もね、まだに別に持っておってもよかったな、ということも、たまに思うような感じなんで、え、そういうふうにですね、その、え、素材をですね、しっかり買って加工して、え、大手の、え、アパート管理会社に入ってもらって、バチバチに管理してもらって、まあ、これ言い方悪いんですけどね、まあ、商品というかですね、まあ、 その付加価値をつけて売却するというのはですね非常に大きく儲かるチャンスかなと思いますでその売却益を持ってですね土地を買って私は地主ですよと地主さんだぜへんとなってですねその地主になってだから上物のアパートを貸してくださいとで土地分入れてるんでその信用ですねそのあれですよね積算というかですねその担保割れ担保評価も割れないし えー、の建物利回りというかですね、あのー、土地の頭に入れてる分借り入れは例えば、ね、6000万円のアパートで5000万円借りた場合はですね、あのー、6000万円で10%だったら、あのー、6, 万円で10%だったら10だって計算するんですが借り入れが、ね、5000万円だった場合は借り入れ利回りは、ね、12%になるんですね、えー、そんなわけでその利回りもよくなるとでいうことで銀行の評価が上がって融資を借り入れるということをですね。 中古の不動産から新築に切り替えていくっていうところなんですね、えー。そんなわけで、まずは私はもう最近新築ばっかりやってますが、基本中古を仕入れて、えーまあ、ある意味ですね、商品になってないものを仕入れて、一生懸命直したり、お客さん入れたり、えー、してですね、それを売却すると、えー、その分儲かりますよと。で逆にですね、あのー、あんまりも利益の買ってるものを買わないようにしましょうとも言えますし、 え最初のですね、その、埋める自信がないっていう人は、そういったものでも、利益、相手が利益乗っててもですね、その利回り、その値段の利回りが、投資に乗っか,かってくればですね、まあ、買ってもいいんじゃないかなと僕は思います。それを買わなければですね、あの人に1000万儲けてほしくないから、買わないっていうことで言ってしまうと、それはちょっともったいないなと。それが、普通に買って、普通に運営すれば、普通にまあまあ儲っかる場合はですね、別に買ってもいいのかなと思います。 まあそのそもそも高く売りすぎてて、その収支、えー、が回らない、そんなものは買ってはいけないんですが、えー、利益が乗っていてもしっかり回ればいいんじゃないかなと思います。えー、そんなわけでね、私もたぶん13%とか12%とかでも、場所が良くて満室だったら、築20の,のアパートでもね、欲しいなと思いますし、融資が取るんだったら欲しいと、えー、思うと思いますんで、そういうのも、えー、あるんで、だからまあ。 物によるんですけども、その物のバランスを見ながら、しっかり勉強して、えー、買っていきましょう。ただ、一番あの上級者向けで儲かるのは、そういうガラガラの物を買って、マイスにして売却するっていうのが、一つ大きく、えー、売却的利益が出るっていうことなので、えー、まあ、資金力とか、単力があって購入できるチャンスがある人は、えー、ぜひね、えー、そういうのを試してみてはいかがでしょうか。えー、ちょっと長くなっちゃったんですが、えー、それではまた次回お会いしましょう。